オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲートの青図。軍海構造とは、軍艦内し、それに準じた艦船の船体構造。日本の場合、日本海事協会の技術規則ではなく、防衛省の内機にのっとって設計された艦艇の構造を指す。海上における人命の安全のための国際条約では、海上における人命の安全を確保するために、 必要な船舶の技術的要件を定めており、批准国において国際公開に従事する船舶は各国の選挙協会規則に準じて設計されていなければならない。日本の場合、国際選挙協会連合に加盟している日本海事協会が SOLAS 条約で定められた選挙協会としての役割を負っている。ただし、SOLAS 条約の 第3規則において、軍艦及び軍隊輸送船はこの規則の適用を免除するものとされている。日本の場合、自衛艦は軍艦に相当するものとして、クラスンクの技術規則の制約を受けずに、防衛省独自の内部規則に則っ,って建造することができる。この内部規則では、独自の計算方法として、3、5リットルの船体をいくつかに輪切り、 各切断箇所ごとに計画構造図の主要材料寸法を規定の手順で計算し、その値が防衛庁の許容応力計算値内に収まることを確認するものとされている。この結果、バイタルパートなど必要箇所には高張力鋼のように強固な素材を採用して防御する一方、それ以外の部分では尖閣重量低減のために強度上必要最小限の材料寸法を 使用しており、監守や監備など戦闘上の優先順位が低い、ところでは、むしろ民間船により、外反圧さが薄くなっていることもある。なお、建造費節約のため、自衛艦であっても、補助艦などは、NK 光線規則を適用した構造とされており、また、警備艦でも、例えばお墨型輸送艦は、商船ベースで建造をされている。ありがとうございます。